えー、こんばんばは、DP の今,井です、えー、今日もですね、チャンネルで話したいなと思ってます。はい、あのー、今日はですね、僕の引きこもり時代のちょっと話とかをしていきたいと思ってます。はい。あのー、最近飲んでなかったんですけど、今日は少し飲んできてですね、喋りたいと思ってます。はい。 そうっすね引きこもり時代の話ってあんまりこういうふうに公開で話したことないかもしれないんですけど、まあ、僕、イラク人質事件の後、まあとあの時 NGO で、ね、イラクに行って子供たちの医療支援の活動とかもやってましたけどあのあとやっぱり顔が、まあ、すごいあの僕の場合は広まってですね、まあ、路上で罵声を浴びたりとか、まあ、殴られたりとかみたいないろんな経験がありました。あと まあなんか何もして帰ってきてないのに、あのー、称賛されるみたいなこともいっぱいあって、それがすごい嫌だったなと思ってます。はい。で、それで、まあ、引きこもりとか対人恐怖症とか、まあ、引きこもり期間はそんなに長くないんですけど、まあ、4、5年間ぐらいパニック障害とかも含めて、すごいあったりとかもすごいしてて、やっぱりすごいしんどかったなっていうのはありましたね。うん。まあ、だけど、 まあ僕はあ,のありがたいことに、まあ、人に恵まれていてて、まあ、これだからある種今 NPO やってる理由にも重なるんですけど、まあ、家族が逆に言うと何もあの言わなかったりとかあの、まあ、逆にさ何も言わずにプレッシャーもかけずに支えてくれたりとか、まあ、高校の時の担任があの大学に、まあ、行くきっかけをくれたりとか、まあ、このままだとニートになると思って。 大学を進めてくれたし大学に入った後とかも、まあ、共同総合社のパクキョウって子がいるんですけど、まあ、その子のおかげでとかあと大学の,あの同級生のおかげで、まあ、僕の場合は精神的に回復したっていうのがあって社会復帰しましたうんでやっぱその時の時のことを振り返るとうんなんか。 僕はあれが何もなかったら今でも引きこもりだと思ってるしまあ起業するっていうところまで結びつかなかったなと思ってるんでうんまあ引きこもりそうですね今やっぱり TP やってる理由としてはやっぱり10代でそういう体験をして周りから否定される例えば先生とか友達とか親からも否定されるって環境って 本当にしんどいと思っていて,てでそこからやっぱり自分からやっぱ這い上がれるっていうのは結構難しいんですよ。自分から這い上がれることってうーんなかなかパーセンテージとしてはもう 5%10% とかのレベルだと思っていてて。 やっぱ厳しいんですよねでそういう子たちも結局誰かにやっぱり助けられてるんですよね結局誰かのやっぱ人の縁があって生きてると思うんですよだからやっぱ人間ってその何だろ自分の力でやってきたみたいなことって実はあのまあその自負を持ってていいと思うんですけどちょっと違うんですよ多分僕も まあ自分のこと諦めないとか思ってたしそういうのもあると思うんですけどでも結局そう思わされる環境にいたみたいなことが大きいと思っていてて周りの誰かがそういう考えをさせてくれるぐらい支えてくれたりとか誰か一人だけでも依存できる先がいたりとか何かあったはずなんですよね。うん だからその、まあ、僕引きこもった経験時代の話をしようって今日テーマですけどやっぱりきつかったですよねまあしかもやっぱり僕の場合は結構実験とかその影響にでかかったこともあってすごいやっぱ回復する前にやっぱ長く時間がかかったっていうのはありますうんそうだね うん、だけどあのまあ今こういうふうにやっぱり生きてるっていうのはそうい,った、まあ、そう,いうさせてくれた友達のおかげだと思ってるしそうですねだからなんか世の中のまあ今 DP やってる人によりもそういうつながると思うんですけど、まあ、不登校とかですね、まあ、引きこもりとかも含めて。 まあ、いろんな才能を持ってる子たちがやっぱいると思います。だけど、やっぱりその子たちが社会的なその力を発揮できないっていうのはやっぱシステムとか周りの環境の問題だと思っていてて、僕ら大人側のやっぱ怠慢だと思ってるんですよね。マジで。だからなんかそういう、うーん、なんだろうな、課題に関心持ってほしいなとはすごい思ってます。うーん また何か話そうと思ってます。まあ僕の引きこもり時代の話とかねもっといろいろあるとは思うんですけど、うん、しんどかったやっぱ時代の話って、まあ、過去の栄光とかじゃなくて思うんですけどやっぱ原体験になってるなとは思ってはいます。 で僕自身の場合は引きこもりとかそういったその負の感情だったりとか社会に対しての不満とかそういうのが含めて今のやっぱりすごい起業につながっていると思っていて,てでそれで今年間1000人ぐらいの子たちとか関わってますけどそうですねやっぱり全ての体験があって今の仕事につながっていると思ってます、はい、まあ、今日はこれぐらいにしましょうありがとうございました また何かね、あったら言ってください。てか、まあチャンネル登録もしてください。ありがとうございました。